待たせたな。許可はもらってきたぜ。許可だと？誰のだ？そもそもお前たちは何者なんだ？得体の知れない力を操り、わけのわからない儀式を取り仕切って。その話はいずれ。今は破壊神との戦いの準備に集中してください。ふん。では楽しみにとっておこう。暗黒宮へ侵入するための扉を開きます。ここにか？下がってください。ここから直に破壊神が生み出した暗黒宮内部へ行けます。破壊神がいるのは暗黒宮の中心だろう。奴はそこで偽りの世界を滅ぼす光、死滅の極光を放とうとしている。戦うつもりなら急ぐんだな。さてと、これで義理は果たしたぜ。あとはお前らで何とかしな。戦わないつもりか？前にも言ったろ、俺は破壊神に手出しできないって。ま、気負わずにやれや。失敗しても責める奴はいない。滅びは一瞬のことだしな。彼だけではありません。私も破壊神に対し無力です。いかなる干渉も受け付けない代わりに影響を与えることもできない。そのような枷をはめられています。ああ、忘れていたよ。お前たちはいつだってそうだったものな。忘れていた私が愚かだったよ。そう腐らないでください。代わりに別のパーティーと同盟を組めるようにしておきました。暗黒宮の中で他の冒険者たちと同盟を組むのです。単独のパーティーではおよそ破壊神にはかなわないでしょう。それと出発前にいくつか説明しておきたいことがあるので、改めて声をかけてください。なんだここは。先に進むのが不安になるな。本当にこの先に破壊神がいるのか。いや、おじけづいていてもしょうがないな。どの道進むしかないんだ。大丈夫だ、先を急ごう。
どこに出た？暗黒宮の中じゃないのか？奴を倒したらジャイラ密林に行かないか？前々から遺跡探検というやつをやってみたかったんだ。聞けよ破壊神、我らが世界壊させはせん。ここがお前の墓場だ。我が剣のサビにしてくれよ。
愛を守りきったぞ。お前たち。異変を察知し駆けつけたのですが、破壊神をのしちまう守りの手なんて前代未聞だぜ。恐れ入ったよ。つまらん世辞はいい。それより戻る手段がなくてな。バカな、確実に仕留めたはずだ。よもや自らを自爆させることでこの空間を暗黒球の力を暴発させようとしているのでは。なんだと。じゃあ世界は。いいえ、暗黒球に蓄えられた魔力が十分ではありません。死滅の極光ほどの破壊力は見込めないでしょう。ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。早くこっちに来い。つらかるぞ。待ってくれ。このままだとどうなる。世界の何割かは失われるでしょうね。ですが全滅するわけではありません。運が良ければいくらか人里も残るでしょう。運任せにできるか。大勢死ぬかもしれないんだぞ。相棒、守り手の秘跡を貸してくれ。今は押し問答している時間も惜しい。くそ、悪く思わないでくれ。秘跡に宿る守りの力よ、破壊を止める盾となれ。諦めろ。もう手遅れだ。やむを得ません。脱出しましょう。なんでここなんだよ。暗黒球から離れなきゃやべえだろうが。脱出するだけで手一杯だったんです。もう一度転移します。いや待て、見ろよ。作り物の意志が破壊の神がもたらす滅びをも凌駕した。すげえや、こいつ本当に止めやがった。残念ですが。そうか。だが連れて帰ろう。こんなとこに放置じゃ忍びないしな。あなたが守り抜いた世界です。以前と変わらぬ景色ですが、見せたかった。何もかも偽物の世界で、たった一つそこに生きる人々の魂だけは本物でした。
そいつの生き様に敬意を表し、丁重に弔ってやらないとな。そうしましょう。この辺りで埋葬にふさわしい場所というと、ピラミッドとかか？世界を救った英雄なんだ。盛大に弔ってやろうぜ。何の相談だ？人の顔を見て失敬な。それより破壊神はどうなった？無事暴発を止められました。あなたのおかげです。てっきり死んじまったかと思ったぜ。たく、人騒がせな姉ちゃんだ。しかも前の姿に戻ってんぞ。あの時秘跡に込められた力と守りの盾としての力を両方いっぺんに使い切ってしまった。それで仮死状態に。ともあれ生きていてよかった。力を失った私はどうなる？その死んでしまうのか？他の作られた人間と一緒です。命に関わるような怪我を負わない限り当分死ぬことはないでしょう。そうか。ならばこれからは魔勇者でも守りの盾でもない、ただのクマリスとして生きていくとしよう。結局お前たちは何者なんだ？破壊神を倒したんだ。そろそろ教えてくれてもよかろう。世界は偽りの世界と真なる世界の他にも無数に存在します。我々はそれらの世界を見守る役目を担っているものです。選別だ。真の姿を見せてやろう。その姿、天使。ハゴンの審判を経たこの世界は二度と歪みが生じぬよう修復されるでしょう。守りの手として戦い抜いたあなたにはこちらをお渡しします。お受け取りを。名残惜しいですが別れの時です。しかしさよならは言いません。あなたとはまた会えるような予感がするので。クマリスさん、あなたはどうします？そうだな、私は旅に出ようと思う。この世界を見て回りたくなった。相棒と駆けずり回った日々が存外楽しかったのでな。一緒にどうだ？と言いたいところだがな。分かってるよ。お前にはお前の旅があるものな。寂しいが、ここでさよならしよう。さらばだ相棒、共に祈ろう。我らの行く道が
再び交わらんことは。Thank you.